今日はワクチン接種日なので、会場に行ってきたいと思います。左手に打とうと思います。どういった、反応が出るか、お見せしたいと思います。では行ってきます。ワクチンの接種が無事終わって今帰ってきました。特に何の問題もありませんでした。手の方もですね、こんな感じで、特別腫れ上がったりとかですね、自分自身もアナフィラキシーのような症状もなく、何事もなく終わったなという印象です。待ち時間もほとんどなくてですね、15分前ぐらいに会場には着いたんですが、もう流れ作業でどん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 進んでいったので、ほとんど待つこともありませんでした。ただやっぱこう夏場のこの時期なので暑くてですね、タオルにですね、こういった保冷剤ですね、これを巻いて、でこう汗をこう拭うというような感じでしのぎました。とにかくもう暑かったというだけです。無事にこれで接種が終わって、特に問題もなさそうなので、少しだけコロナウイルスの脅威から、半分ですね、解放されたかなと思います。ちょっと腕の方の状況とですね、体調の方は、ここ数日ですね、様子を見たいとは思いますが、晴れて2回目を打ち終わってですね、安心した生活に戻れたらなと思っております。以上になります。